イベリア半島、イベリア半島、スペイン語、ポルトガル語、ガリシア語、パニンセラアイベレカ、カタルーニャ語、パニンセラアイベレカ、バスク語、アイベリアパニンセラは、ヨーロッパの南西に位置する半島である。古代ギリシア人が、半島の先住民をイベレスと呼んだことが、イベリア半島の名称の由来である。しかし、もともとは、漠然とピレネー山脈の南側に広がる地域を、 イベリアと呼んだ。一方、イベリア半島を属州としたローマ人はこの地をヒスパニアと呼称したが、このラテン語に由来して、現在のスペインはイスパニアともエスパーニアとも呼ばれるようになった。ヨーロッパの同位度地域、南ヨーロッパには、イベリア半島、イタリア半島、バルカン半島という三つの大きな半島があり、この中で最も西にあるのがイベリア半島である。 半島としての特徴は他の二つよりも強く、他の半島よりも標高が高く、海岸線は直線的である。アフリカ大陸とはわずかな距離で隔てられているのみであり、大西洋に面している点でも他の二つとは異なっている。イベリア半島はヨーロッパ大陸の南西端にあり、西側は大西洋に、東側は地中海に面している。さらに細かく見ると、 北部は大西洋の一部であるビスケー湾に、東部は地中海の一部であるバレアレス海に面している。南端はタリファ岬、北端はエスタカでバレス岬、西端はロカ岬、東端はクレウス岬である。北斐44度線と北斐36度線、西経9度線と東経3度線の間に位置し、日本で言えば北端は札幌市、 南端は東京都とほぼ同位のである。東西は約1 1 0 0トル、南北は約1 0 0 0トルである。ざっくりといえば、イベリア半島は八角形の形状を持ち、その形状は大牛の川に例えられる。これは古代ギリシアの地理学者であるストラボンが半島の形状を球状の四角形であるとして、牛皮と比較したことに遡る。半島の付け根には、 長さ4 3 5トルのピレネー山脈が広がり3 0 0 0ル級のミネミネがイベリア半島とフランスを分けている。南西端はジブラルタル海峡がイベリア半島とアフリカ大陸を隔てており、海峡の最も狭い部分はわずか1 4トルである。17世紀にはフランスをルイい14世がヨーロッパはピレネーで終わるという言葉を残した。類似する表現に ピレネーの向こうはアフリカである、アフリカはピレネーに始まるなどがあり、いずれもヨーロッパ人がイベリア半島に対して抱いてきた異国趣味や優越感を表しているが、これらの言葉を初めて残したのが誰かは定かでない。イベリア半島はしばしば文明の十字路と呼ばれる。スペインの歴史学者、ペドロラインはイベリア半島を変遠ヨーロッパであるとした。 イベリア半島の面積は58万1 3 5 3トルであり、うち約21万キロメートルは標高610から7 6 0ルに広がるメセタと呼ばれる広大な大地である。メセタはセントラル3系によって北メセタと南メセタに分けられてお、北メセタは平均標高700から8 0 0ル、南メセタは 平均標高600から700メートルである。スペインがイベリア半島の総面積の84.7%を、ポルトガルが総面積の15.2%を占めており、残りのごくわずかな比率をアンドラ公国とイギリス領ジブラルタルが占めている。メゼタは東から西に向かうにつれて緩やかに標高が低下し、ポルトガルのアレンテージョ地方では標高約200メートルである。 周囲を標高2000から3000メートルの山脈に囲まれたメセタの存在によってイベリア半島はイタリア半島やバルカン半島とは異なる大陸的特徴を有する。従来から半島の中心はマドリード都市圏南部のヘタフェであるとされている。半島の主要河川の大半はメセタに水源があり、山地にある標高の低い部分をついて大西洋や 地中海に向か流れている。イベリア半島の周囲全体の7、8は大西洋か地中海に面しており、海岸線長は 4118km、スペインが 3144km、ポルトガルが 974km であるとされる。最終表記の最盛期 LGM には現在よりも115から 120m 水位が低く。 この時期を最低値として現在まで約4000年かけて徐々に水位を上昇させた。その際に沈降によって形成された大陸砲は今日でも海面下に残っている。大西洋側の大陸砲は決して広大ではなく海底は大陸砲から急激に振動を深める。南北朝が 700km に及ぶ大西洋の大陸砲は沖合からわずか10から 65km までの 範囲と推定されている。500メートルの等進線が大陸方の縁であり、大陸方から離れると、水深1000メートルに落ち込む。イベリア半島の沿岸海域の海底地形は、石油掘作の過程で広く研究されている。ビスケー湾やイベリア半島西側の沖合には、水深4800メートルのイベリア深海平原がある。半島を取り巻く長い海岸線。 地中海と大西洋の海流、カナリア海流、メキシコ湾流によって外部から他者を受け入れることが容易であり、また、イベリア半島から他地域に移民するのにも都合良かった。さらには、イベリア半島の沖合に存在するバレアレス諸島とカナリア諸島は半島と他地域をつなぐ中継地となった。海岸線の長さやピレネー山脈の存在から、イベリア半島は、 ほとんど島国に等しい存在とされることもある。イベリア半島を流れる主要河川には、ミーニョ川、ドゥエロ川、道路川、タホ川、テイジョ川、グアディアナ川、グアダルキビール川、セグラ川、フカル川、エブロ川などがある。ドゥエロ川、道路川、タホ川、テイジョ川、グアディアナ川、グアダルキビール川、エブロ川は、イベリア半島の五大河川と呼ばれ、 地中海に注ぐエブロ川を除く4河川は、大西洋に注いでいる。イベリア半島で最も長い河川は、タホ川、テイジョ川である。大西洋に注ぐミーニョ川、ドゥエロ川、ドーロ川、タホ川、テイジョ川、グアディアナ川などは一部でスペインとポルトガルの自然的境となっている。ビスケー湾に注ぐビダソア川は、下流部でスペインとフランスの自然的国境となっている。 ヒレネー山中のフランス領土であるを流れるセグラ川は、アンドラ公国の大部分を流域とするを集めた後に、スペインでエブロ川に合流する、イベリア半島で唯一三カ国を流れる河川である。イベリア半島を流れる河川は激しい流れ、流量の少なさ、流量の不規則さなどを特徴としている。エスパーニャベルデをビスケ湾に向かって流れる河川は、 相対的に季節的流量変動が少ないが乾燥する地域を流れて地中海に注ぐ河川は相対的に流量変動が大きい。ガリシア地方を流れるミーニョ川は春季と夏季の流量差が3倍程度であるものの大西洋に注ぐアナルキビール川は15倍に上り地中海に注ぐ河川はさらに大きな流量差となる。流量の乏しさは 降水量の少なさに起因するものであり、内陸部のミセタと海岸部を結ぶ、航行可能な河川は存在しない。イギリスやフランスのように運河を建設して、物資を輸送することもできず、モータリゼーションが進行した現代まで海岸部と内陸部の交流は乏しかった。近世まで、マドリードから北東岸のバルセロナまで約2週間、マドリードから南部のセビリアまで約10日間を要した。 イベリア半島の主要河川に橋を架けることは困難であり、歴史的に諸地域の自然境界となった。タ他他は、定所川のトレドから、スペインイコール、ポルトガル国境まで、中華流域の範囲には、近代まで4つの橋しか架けられなかった。グアガルキビール川のみは、早くから川口から約8 5トル地点に、位置するセビリアまでの航行が可能であり、スペイン帝国は、セビリアを、 大西洋貿易の独占港とた。コルドバも河川交通の要所として機能し、近代以前にはセビリアからコルドバまでの間に一つの橋も存在しなかった。1717 17年に新大陸との交易拠点が大西洋岸のカディスに移されると、グアダルキビール川沿岸都市の重要性は低下した。メセタは西部を除いて高い山脈に囲まれており、北は カンタブリア山脈、南はシエラモレナ山脈に阻まれている。メセタ中央部にはセントラル山系があり、メセタ北部、旧カスティーリアとメセタ南部、新カスティーリアを隔てている。ポルトガルを除けば小規模な海岸平野しかないが、エブロ川流域にはエブロ平原が、グアダルキビール川流域にはグアダルキビール平原、アンダルシア平原が、 いずれも内陸に向かって長く伸びている。いずれも上流部を頂点とする草火型をしており、ほぼ同規模の低地であるが、カタルーニャ海岸山脈の存在によって、エブロ平原は内陸性を有する。広大なメセタと小規模な海岸平野という地形的な特徴により、イベリア半島はしばしばカスティーリアの広間と、それを取り巻くいくつかの小部屋に例えられる。 イベリア半島はとても山がちな地形であり、数多くの山系、山脈、山地、山海、ピークが存在する。ピレネー山脈はヨーロッパ大陸とイベリア半島を隔てている。ピレネー山脈は西側より東側の標高が高く、最高峰は姉と山3404メートルである。ピレネー山脈中にはアンドラ公国やフランス領のなどがあり。 これらの地域は学術的にイベリア半島に分類される。3000メートル級の山々を要するピレネー山脈は険しい山地であるものの、その両端部は歴史を通じて数多くの民族が行き来しており、山脈の西端にあるバスク地方と東端にあるカタルーニャ地方は山脈挟んで広がりを見せている。中世にはカタルーニャ伯領が山脈の北側まで広がり、 また近世にはナポレオン・ボナパルトなどが山脈の南側まで領土を拡大することを目指した。このため古くからピレネー山脈がスペインとフランスの自然国境として認知されていたわけではなかった。イベリア半島北部のビスケー湾岸には東西にカンタビリア山脈が連なり、ピコスでエウロパ山海の通れセレード2648メートルを最高峰とする。 カンタビリア山脈の北側と南側では気候が大きく異なり、ガリシア地方からバスク地方にかけての湿潤な北側はエスパーニャベルデと呼ばれる。半島北西部にはがあり、とても古い上に侵食の激しい岩石からなる。ガリシア山海の最高峰は2127メートルのペナトレビンカである。半島の中央部から東部にはイベリコ山系が伸びており、 メセタとエブロ川流域の平原を隔てている。イベリコ山系は、モンカヨ山海やアルバラ新山地など多くの山脈で構成されており、標高2313メートルのモンカヨが最高峰である。大西洋に向かって流れる他、他は、カテイジョ川やドゥエロ川、道路川、地中海に向かって流れるエブロ川の源流は、イベリコ山系にある。 半島の中央部から西部には東西に長く伸びるセントラル山系があり、東端部でイベリコ山系と接続している。クアダルマ山脈やグレドス山脈など数多くの山脈で構成されるセントラル山系はメタの北部と南部を隔てており、西端部はスペインイコールポルトガル国境を越えてポルトガルに至っている。ポルトガルの最高峰はアゾレス諸島のピコさんだが、 ポルトガルのイベリア半島部分の最高峰である、トーレ、1993メートルはセントラル山系のエストレーラ山地に所在する。セントラル山系の最高峰はグレドス山脈にある、標高2592メートルのアルマンソールボンデル。イギリスの小説家、ローリー・リーは、セントラル山系について、東西に伸びる状態はスペインを横断し、住民を、 別々の人種に分けていると書いた。トレド山地は、半島中央部から中西部にかけて、国境を越えて伸びており、1603メートルのラ・ビルエールカが、山地の最高峰である。半島南西部にあるシエラモレナ山脈は、グアディアナ川とグアダルキビル川の流域を隔てている。シエラモレナ山脈の最高峰は1332メートルのバニュエラである。ベティコ山系は、 イベリア半島の最南端部を生端とし、地中海岸のアリカンテ県まで東西に長く伸びている。ベティコ山系は、プレベティコ山系、スブベイコ山系、ペニベティコ山系という三つの資山系に区分される。ペニベティコ山系は、シエラネバダ山脈などを内包しており、シエラネバダ山脈には、イベリア半島最高峰、スペインのイベリア半島部分最高峰のムラセン山、 3478メートルガール。イベリア半島の2、3以上は、古生代に形成され、この時期に、イベリア中央3階、エブロ3階、カタルーニャイコールバレアレス3階、ベティカイコールリフ3階などが生まれた。最も頑強な構造である輪によって形成されている。北東部は、ピレネー山脈の終極体と結合しており、南東部では、ベティコ山系と結合している。 これら二つのチェーンはいずれもの一部である。半島の西側はマグマに乏しい大西洋の海口部によって形成された大陸境界によって区切られている。ヘルシニア、つくりやまの終極帯はほとんど中世代と第三期の岩石に埋もれているものの、東部のイベリコ山系とカタルーニャ海岸山脈を通じて露頭している。地質は、軽土層、石灰層、 粘土層という山層からなる。軽土層は主に半島西部に広がり、ガリシア地方、ポルトガル北部、メセタなどに分布している。石灰層は主に半島東部に広がり、ピレネー山脈、カンタブリア山脈東部、バスク山脈、イベリア山系、ベティコ山系などに分布している。粘土層は、北メセタや南メセタの一部、エブロ川、グアダルキビール川、タホ川の、 各河川流域に分布している。イベリア半島の気候は地域によって大きく変化するが、カンタブリア山脈を境にして乾燥イベリアと、湿潤イベリアの二つの地域に分けることができる。カンタブリア山脈異北の北西岸は、エスパーニャベルデと呼ばれる、年光水量は800から1500ミ、mm、リメートルの西岸海洋性気候であり、夏季は涼しく冬季は穏やかである。 エスパーニャベルデで最も降水量が多い季節は周期であり、山岳地帯では年降水量が3000ミリメートルに達する場所もある。カンタビリア山脈以南の地域は乾燥イベリアと呼ばれ、年降水量は800ミリメートルに満たない地中海性気候である。夏季は乾燥し、特に内陸部では、冬季は寒さが厳しい。乾燥イベリアで降水量が多い季節は、 春季と秋季であるが、山間部を除けば300から600ミリメートルの場所が多い。ラマンチャ、ラマンチャ地方は、アラビア語の乾いた土地、あるマンチャに由来する。乾燥イベリアでは短期間に豪雨となって降ることが多く、河川の流量に大きな影響を与えることなく蒸発するため、南メセタには砂漠状の地形景観が見られる。乾燥イベリアの中でも、 地中海岸や大西洋沿岸では海洋の影響を受け、夏季の暑さは比較的ひどくなく冬季は暖かい。しかし、ポルトガルの内陸部やスペインのメセタは大陸性の気候であり、夏季は暑く冬季は厳しい寒さとなる。ポルトガル南部やスペイン南部は極度に乾燥する。年光水量約200ミリメートルのアルメリア地方はイベリア半島で最も乾燥した場所であり、 極度に乾燥するのはアフリカ大陸のサハラ砂漠からの季節風の影響を受けるためである。スペインの内陸部にはヨーロッパで最も気温が高い場所があり、コルドバでは7月の日中の平均気温が摂氏約37度となる。スペインの地中海岸では夏季の日中の平均気温が摂氏約30度となるが一般的である。これらの地域とは対照的に 半島北西部にあるガリシア地方のアコルーニャでは、夏季の日中の平均気温は、摂氏23度をわずかに下回る。涼しく湿度の高い夏季の気候は、半島北岸の大部分の地域に共通している。冬季の気温は、夏季の気温より、場所による差異が少ない。スペイン内陸部では、冬季の構想が一般的であるものの、日中の最高気温は、摂氏0度を上回ることが多い。 イベリア半島の最低気温記録は、メセタ西部で記録した摂氏マイナス24度、最高気温記録は、アンダルシア地方のセビリア県北東部で記録した、摂氏45度である。イベリア半島北部の山間部には、ブナ、オーク、クリなどの森林が広がり、また草原や牧場が多く、トウモロコシやリンゴが栽培される。三居集落と零細土地所有制度が、一般的である。 地中海岸では斜面を開墾して段々畑が築かれることが多く、館外農業によって柑橘類が生産されている。柑橘類やオリーブ栽培の北限は地中海性気候の影響する北限と重なる。内陸部のメセタには小麦やブドウが生産されるものの生産性は低く、半島南部はオリーブや穀物が生産される。南部は大土地所有制度による。 祖法的農業が卓越しており、大半は集中集落となる。アンダルシア地方東部の沿岸部は熱帯性、気候であり、サトウキビやバナナも栽培される。現代のイベリア半島は政治的に以下の地域に区分される。主に政治的な要因によって、スペインとポルトガルが分かれ、13世紀から2カ国の国境は変わっていない。北端部では、ドゥエロ川、 道路側が南端部ではグアディアナ側が2カ国の国境となっており、深い峡谷で両国が分断されている場所もある。両国の国境付近は人工気迫地帯であり、ポルトガルはイベリア半島の内陸部から切り離されている。スペイン北西部で話されているガリシア語とポルトガル語は中世まで同一言語であり、その後主に発音面で多少の差が生じたが、現在でも 非常に似通っており、相互意思疎通が可能である。1973年時点での土地利用を見ると、スペインは、高地40%、牧草地、森林、未利用地50%、その他10%であり、ポルトガルは高地38%である。同時期には、日本の高地率が16%、デンマークが62%、イタリアが50%だった。 スペインの農業収益性は低く、1973年時点では、フランスの1、3に過ぎなかった。主要な農作物は小麦、大麦、大麦、トウモロコシ、米、ジャガイモ、ブドウ、オリーブ、オレンジ、イチジク、コルク菓子などである。イベリア半島は世界最大のコルク産地であり、外して小麦は半島南部で、トウモロコシは半島北部で、 米は半島中部で栽培されている。スペインは世界有数の柑橘類輸出国であり、オレンジ、マンダリン、レモンなどを生産している。1971から72年度には185万トンのオレンジ、38万トンのマンダリン、12万トンのレモン、7000トンのグレープフルーツを生産し、オレンジ生産量の60から65%、 マンダリン生産量の80から90%が、特に、欧州経済共同体、EEC 諸国に輸出した。特に、バレンシア州の3県が柑橘類の主要な産地であり、競合相手は、イスラエルと、モロッコである。1970年のスペインの米の作付け面積は6.5万ヘクタール。同年の日本は292万ヘクタール。米生産量は40万トンであり。 作付け面積や生産量は少ないものの、面積あたりの収量は世界第三位だった。バレンシア県、セビリア県、タラゴナ県がスペインにおける米の三大産地であり、アルブフェーラ型やエブロガは、デルタなどで栽培されている。系統不明のバスクを除いて、今日のイベリア半島で話されている言語の大半は、ゾクラテン語に起源を持つ。その歴史を通じて、 イベリア半島では、同時代に多くの言語が話されていたが、その多くは消滅したか使用されなくなった。バスコ語は、イベリア半島と西ヨーロッパに生き残っている、唯一のヒンドヨーロッパ語族の言語である。現代のイベリア半島では、約3000から4、レーレレレレレレ人がスペイン語を、約1、レレ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 レ人がポルトガル語を、約900万人がカタルーニャ語、 バレンシア州では、バレンシア語と呼ばれるを、約300万人が、ガリシア語を、約100万人が、バスク語を話す。この数字には、バイリンガルやトリリンガルの数字も含まれており、この語こと語が、イベリア半島で広く話されている言語である。スペイン語とポルトガル語は、イベリア半島という枠を超えて、世界中に拡大しており、となっている。 イベリア半島に人類が居住していた形跡は約50から40万年前に遡る。これら最古の住人は現人類で火を使い、石符、石人をはじめとする石器を作り、洞窟に住んでいた。1848年には半島南端のジブラレタル付近で化石人類の人骨が発見された。その後も数箇所で発見された化石人骨は、 いずれもネアンデルタール人に属する。約20万年前頃にはすでにネアンデルタール人が活動しており、最終表記までその活動は続いた。現世人類のホモ・サピエンスの活動はこのビュルム氷河期に始まった。クロマニョン人がピラニー山脈を越えてフランス方面からやってきたと見られている。彼らが残した文化はと呼ばれる。日常の道具は狩猟漁労の石人。 のみ、矢尻、弓矢、石の森、石槍などと釣りなどの骨格器が発明された。洞窟に住み、壁面や岩に、牛やヤギなどの動物を描いた。これらの遺跡は、ピレネー山脈を間に挟んで、南フランスのドルドーニュ地方と、北スペインのカンタブリア地方に分布する。これらは、紀元前2万5000年から、紀元前1万年までの間に描かれたと見られている。 このうち代表的なものは、約1万5千年前のアルタミラ洞窟で、1879年に発見された。狩猟の成果を祈る、呪術的な理由で壁画を描いたとされている。なおこの頃のクロマニョン人は、ハプログループ I2A、Y 染色体に属していたと考えられる。約1万年前に、氷河時代が終わり、気候は温暖化した。地質年代では、 関心世に入った。この頃のイベリア半島では人類の活動は低調であった。北部のピレネー山中で絵を描いた石を特徴とするアジル文化、カンタブリアから大西洋岸にカ塚ズカを残したアストリアス文化、洞窟壁画などの遺跡が残っている。ちょうどその時期には地中海東端のメソポタミアで濃厚が始まっており、紀元前5000年から紀元前4000年期に イベリア半島に伝播した。当時の農耕は素朴なものであったが、間もなく大規模な農耕文化が伝わり、イベリア半島は新石器時代に入っていった。この時期の文化は、半島の東南部の地中海沿岸地方に多く見られる。とりわけ半島南部のアルメリアが農耕文化需要の拠点の一つと考えられている。代表的な遺物に、カゴメ模様の土器があり、アルメリア近辺、 セビーリアからコルドバ付近、東部地中海沿岸、西はポルトガルの多方河、定所川周辺、北はバスク地方にまで幅広く分布している。土器以外にはドルメン、史跡墓があり、この巨石文化は今もなお謎に包まれているが、一般に太陽崇拝や死者崇拝などの宗教的内物であると考えられている。南部のアンダルシア、北部のガリシア、 ィレネー地方、南部のポルトガルに広がる。イベリア半島に濃厚と巨石文化をもたらしたのは、ハプログループ G2A、Y 染色体と考えられ、先住のクロマニョン系、ハプログループ I2A、Y 染色体と共存していたようである。新石器時代と明確な区分はないが、紀元前2500年頃に、青銅器時代に入る。 はじめに銅器が、ついで製銅器が用いられるようになった。これらの金属器は、地中海を渡って電波してきたが、半島には、鉱山資源が豊富にあるため、やがて自作するようになった。農耕文化需要の拠点であったアルメリアでは、早くから銅器が用いられ、紀元前2000年頃に最盛期を迎えた。アルメリア文化と呼ぶ、集団埋葬の墳墓から推定して、 氏族社会であったと考えられている。紀元前1500年頃には、青銅器の使用が始まり、紀元前100年頃まで繁栄した。代表的な遺跡名から、青銅器文化と呼ぶ。この頃から、籠や壺型の亀缶を用い、個人別に家屋の地下に埋葬された。この文化は、半島全域に広がり、鈴を産出する西部のガリシア地方とアルメリアの2、大中心地が形成され、 東部地中海地方や南部都市との交易も盛んになった。さらに大西洋を越えたブルターニュやアイルランドなどとの交易も盛んに行われた。紀元前千年頃を境に半島の青銅器文化は沈退していった。しかし、青銅器時代に培った地中海文化圏やヨーロッパ戦士文化圏との強い結びつきがこれ以後も引き続き諸民族と交流していく。 青銅器時代には、イベリア半島に、インドヨーロッパ語族を話すハプログループ R1 ビッ Y 染色体に属す人々が到達した。イベリア半島に最初に定住したのは、イベリア人であり、その後断続的にケルト人がやってきて、次に、フェニキア人やギリシア人などの地中海民族が、植民地を建設した。紀元前3世紀には、ローマ人が半島を征服し、 約700年間の支配下で、ラテン語化が進行した。古代イベリア人が先住民をイベレスと呼んだのが、イベリアの語源であるが、もともとは、ピレネーサンムやクミの地域を漠然と指す単語だった。ローマ人は、現在のポルトガルも含む半島全土をヒスパニアと呼び、このラテン語名が、スペイン、エスパーニアの由来となった。ローマ帝国滅亡後は、 ゲルマン系の西ゴート王国の支配下に置かれるが、711年の、ウマイヤ朝のターリクイブンイコールズヤード、により西ゴート王国は滅亡。イスラーム史上最初の世襲王朝であるウマイヤ朝が、西ゴート王国に代わって、半島を支配することになる。ウマイヤ朝が滅亡するとその子孫が、イベリア半島へ逃亡し、あとウマイヤ朝を建てる。イベリア半島北部においては、 アラゴン王国やレオン王国、カスティーリャ王国、ポルトガル王国などのキリスト教国が建国され、レコンキスタを推し進めていった。一方、南部においては、1031年にアトウマイヤ朝が、自滅し、多数のイスラーム継承王国、大派が拡挙する状態となった。後に、アフリカ大陸のイスラーム王朝である、ムラービトアサ、その後ムワヒヒド朝の支配下に置かれた。 次第に力をつけていった、キリスト教国は、イスラーム王朝を南へ南へと圧迫し、その支配領域を広げていく。1479年には、アラゴン王フェルナンド2世とカスティーリャ王イサベル1世の結婚によスペイン王国が成立、レコンキスタに白車がかかり、1492年には、イベリア半島最後のイスラーム王朝である、ナスル朝が滅ぼされ、イベリア半島から、 イスラーム王朝は完全に駆逐された。以降はスペイン王国とポルトガル王国がイベリア半島を支配することになった。スペイン王国はイスラーム教徒やユダヤ教徒に改修を強要し、異端尋問を拠り所にして国家統合を進めた。ポルトガルもユダヤ教徒を弾圧してカトリックへの統合を進めており、半島の両国は対抗宗教改革の画像となった。 20世紀後半の両国に登場した独裁者であるサラザールとフランシスコ・フランもまたカトリックを国家理念とした統治を行っている。スペイン・ポルトガル両国による大航海時代の到来には大西洋と北アフリカに近いイベリア半島の地理的位置が大きく影響しており、またレコンキスタを推し進めたエネルギーが半島外部に向かったとも言われている。中世の半島は 様々な言語が話される他言語状況が生まれ、今日のスペインでも言語問題が残っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。